今回の武器をチェックしてみようのコーナーということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、今回のイベントセコンドアドベントの方なんだけど、一応武器3突だ、3突の方を作りまして、で俺一つだけ気になることがあって、まあこちらの方ミーティアライトっていう武器なんだけど、これの第2スキルが自分の HP が半分以下の時、一度だけターン終了時に幻影効果で、これが第2スキルでメイン装備時ってついてないんですよ。だからサブ武器にとりあえず突っ込んだら HP 半分になったら勝手に幻影効果がつくんじゃねえかなっていう風に思ったんですよね。まあ実際につくと思うんだけど、とりあえずちょっと再確認の意も込めで、まあこちらの方触ってみようっていうのと、あと召喚石の方もね、フラメックの契約者、これ3枚手に入れたんだけど、召喚効果の麻痺効果が気になるんで、まあこちらの方ちょっと使ってみようのコーナーっていうような感じですね。でまあ今回のイベントね、カシウス、なんかなかなかこうなあ、受けが良さそうなキャラクターだなーって俺ちょっと思っちゃった。カシウス受け良さそうだよね。ちょっとじゃあとりあえず行ってみましょう。ミーティアライトで、ミーティアライトの効果が HP 半分以下になったらターン終了時限、主人公のみですよね。つまり例えばだけど、ゾーイを使って、もうこれ今サブ武器に入れてるんだけど、ゾーイを使ってワンターン殴ってみたら幻影がつく。あっ、ついたわ。これ強っ。全体攻撃で効果消滅、次に受ける単体攻撃を。でもこれさ、ターン終了時っていうのは強いよな。そのターン終了時、つまり敵の特殊技、大ダメージ特殊技を受けたら発動するっていう感じになってるから、例えば次元弾を数消すると、まあそんな状況あんまないけど、次元弾を数消しますよっていう状況になった時にこれがなるから、まあ結構そういう意味ではね、次の通常攻撃、敵の次の通常攻撃が受けるのが苦しくなっちゃうよっていう状況があるわけだけど、まあ、そこに対してのその安定はするというような話ですね。ちなみに2回目はないですっていう感じなんで、ミーティアライトの効果はこれで終了ですね。まあ、つまり、安定する武器だよね。初心者向けにすごい安定する武器、幻影がつくから主人公の生存率が大きく上がるっていう意味では、まあ、この武器は強いわな。まあ、ただ四方針の尺状とかがあるから、最近の光属性の EX 光人、そういう意味ではどうだろうね。EX 個人のスキルレベル15武器の方が、まあ一応使いやすくはあるんで、もちろん。だからそういう意味では、ちょっと、ね、まあ一長一短というか、まあ他の武器がなければ、まあこちらのミーティアライトを作っておく価値はあるんじゃないかな。レベル100にならないと手に入らないから、もう完全なる初心者、もう最近始めましたよ。無料10連が来たから始めましたよ、みたいな完全初心者には、多分ね、作れないんだよね。集めんのがめんどくさいミーティアライトだから、まあそこら辺に関しては3突したら今の効果が出ますと、 HP が 50% 以下になった時に幻影3回がつきますっていうような効果になってるんで、まあそこら辺をし見ていくといいかもしれません。まあ今回こんな感じの軽く進んでいくんだけど、ちょっとじゃあフラメクの契約者見てみようぜ。これいくぜ。まあ飛行か。フラメクの雷槌は外れるんだ。初手で外れるんだ。マジか。初手で外れるんだね。麻痺。1ターン。うわー、運ゲーだな、これは。運ゲーだな、これは。これ、運ゲーだね。これは運ゲーだな。なるほどな。ちょっともう一回チャレンジしてみようぜ。もう一回チャレンジ。今の麻痺。今の麻痺チャレンジ、もう一回してみよう。よし、行くぞ。もう一回やってみよう。フラメクの契約者、イカズチ。お、麻痺入る。結構入るんじゃない？もしかして。だってこれ、耐性上がってる状態でしょ、おそらく。耐性とかも攻撃して上がってる状態のはずなのに。これ、あ、ミス。まあ、でも、ギリギリ、まあまあ入るな。信頼できないけど、まあまあ入るっていう意味では、マグナ確定とかだったら使えるっちゃ使えるかもね。あれ、名前なんだっけ、シュバマグとか。シュバマグとかに使えそうっちゃ使えそうな感じはするわな。ただ、まあちょっと依存はできないので、まあどうしてもこう、サブ的な意味合いが強そうかなっていう感じっすね。まあ弱くはないっちゃ。いや、運だからまあ。
まあ、これを入れるんだったら単純に捨てが高いやつ入れた方がいいかもしんないね。まあ、難しいとこだけど、ロマンはあるんで、俺は取っとくわ。俺は取っとく。俺まだ持ってるからね、あの、電気うなぎ。電気うなぎ、夏イベントのさ、電気うなぎまだ持ってるんだよ、俺。ほら、電気うなぎ。まだまだいるということでね、まあそんな感じになってるんですけれども、まあコレクション的な意味で持っておくといいかもしれませんということで、今回のね、まあ、セコンドアドベント武器召喚石を評価するサクサク終わる感じの動画ですけれども、まあそんな感じでした。まあもし参考になったら、まあ集めてみるのも一興ではないでしょうかっていうことで今回の動画です。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。